加減などせん。いってらっしゃい。これは現実だ。おじいさま、会いたかったよ。嬉しい、嬉しいじゃん。こんなのマジありえない。ガチで泣けるって。えい、面が邪魔だ。おじいさま、おじいさま、またお会いできるなんて夢にも思いませんでした。おじいさま、嬉しいです。本当に本当に嬉しいです。待て待て、立ち話もなんだ。そこに座ろう。はい。よっこらしょっと。黒影おじいちゃんの隣とったん。ダメですよ、そこはわしです。じゃあこっち側は我が。じゃあ私は後ろからしがみつく。ユミちゃん、そんなとこ座ったら黒影おじいちゃんは前が見えないよ。あ、私としたことが。いいんだ、最高の眺めじゃないか。もう帰りたくありません。それはならん。お前たちは元の世界に戻るのだ。せっかく会えたのに、またお別れをするなんて。こんなところでのんびり過ごすためにお前たちは忍びになったのか。お前たちと暮らせたおかげで俺の人生は最後に救われた。ただほんの少しだけ心残りだったのは、お前たちが一人前の忍びになるところが見れなかったことだ。それさえ叶えば俺は笑顔でいける。どこまで腕を上げたか俺に見せてくれ。さあ行け、俺の孫たちよ。おじい様の笑顔のために。神楽千年祭執行部の皆さん、お相手をお願いしてもよろしいですか。ユミちゃん、忍びの盆踊りをやる気になってくれたんですね。いいえ、本音を申しますと、櫓など壊したくはありません。私はいつまでも黒影おじい様と一緒にいたい。ですが、忍びの盆踊りで勝利してしまえば元の世界に戻ることになります。もう勝ち抜く気でいるんすか。大した自信っすよ、本当。ええ、おじい様が望むのなら私はそれを成し遂げるのみ。おじい様、おじい様って、これまた立派なおじいちゃん子ですね。もうおむつは取れたんでちゅか。おしゃべりはもうよろしいですか。よろしければさっさと始めましょう。
なんか雰囲気変わったね。これが月仙リーダーの本気ってわけ？そうじゃ、わしらは黒影様の思いに応えたい。黒影様は私たちが立派な善人であることを望んでるもんね。ああ、この世界で安穏として生きるという選択を許してはくれないのだ。だから辛くても戦うよ。そうですか。ならば余計に全力で行かせてもらいます。言うね。決戦のみんな戦う気になったんだね。ちょっと影から見させてもらおう。お前に見切れるぞ。リンコン。
勝ちました。おじい様も喜んでくれるはず。そしてこのまま戦いを続けていけば、忍びの盆踊りは終わり、黒影様とも。さゆり様、私は死んじゃった方だから、残された方の気持ちってよくわからなかったんです。でも今のユミちゃんたちを見て、私やっぱり死にたくなかったです。リョウビちゃんとリョウナちゃんをあんな気持ちにさせたくなかった。ないね、お前みたいな若者を死なせてこんな年寄りが長生きしちまった。ごめんなさい、変なことを言ってしまいまして。でもその償いはきっちりするつもりじゃよ。はい、私も精一杯お手伝いさせてもらいます。リョウビちゃんとリョウナちゃんだけじゃなく、この世界を救う若い忍びたちのために。あの人の教えがあれば当然のこと。